ジェームズ・ピケンズ・ジュニアはアメリカ合衆国の俳優である。1956年、オハイオ州クリーブランドに生まれる。ボーリング・グリーン州立大学で演技を学び、在学中は学生演劇などへも出演した。卒業後はニューヨークへ渡り、舞台の分野で活躍。後に黒人の演劇集団、ネグロ・アンサンブル・カンパニーに参加するようになり、デンゼル・ワシントンや、 サミュエル・エル・ジャクソンらとも共演した。1986年にブライアン・ブラウンら出演の FX 引き裂かれたトリックで映画デビュー。1991年からはテレビドラマビバリー・ヒルズ高校白書にヘンリー・ブラウン役で準レキラーとして出演。その後もテレビドラマと映画の両方でキャリアを積んでいる。近年では デエビッド・デュカブニーとジリアン・アンダーソン主演の SF ドラマ、X ・ファイルや医療ドラマ、グレーズ・アナトミー・コインの解剖学へのレギュラーキャストとして知られている。グレーズ・アナトミーでは2007年に他のキャストらと共に全米映画俳優組合賞アンサンブル賞を受賞したほか、2012年には NAACP イメージアワードの助演男優賞を受賞している。ありがとうございます。